会員に改めてご報告します。はい、中岡がツースーになったこと。そう、まあ、ご存知じゃない人もいるかもしれないからね。まあ YouTube の方では報告させてもらいましたが、はい、まあ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 、まあ、当然の結果といいますか、まあ、なるべくしてなったというか、当然の帰結といいますか、うん、まあ尿酸値が爆上がりして、そうね、足に水が溜まり、うん、激痛が走ったと。そう、それが糖尿病じゃねえや痛風ですね、痛風ですよと。今週の月曜日に、なってしまいましたと、うん、そう、急に歩けなくなってね。速報的に YouTube では報告させてもらったんだけど、うん、まあ、会員の皆様は、うん、まあまあまあ、中圭久保とかで毎週のように暴食をしている中岡君を見ていてくれたから、はい、まあ、当然だよねという結果、コメントしか流れないのかなと、まあ、なるよねっていう感じにはなるよね。まあ自業自得かなといったところがありますが、うん、はい、長岡慎太郎くんの弁的にはどうですかね。もうなるとは思って言えなかったよ俺はなんでだよ。普通の人よりも世界中思ってたよ普通の人よりも、うん、まあ、ちょっとラーメンの量が多いかなとか。だって痛風ってさ、うん、お酒飲みの病気って言われてるじゃん。うん、そうだね、一般的にはビールを飲んでる人とかが、お酒を一切飲んでなかったからまさかっていうところだったね俺はね。本人は何になると思ってたのこの暴食は。まあ普通にガンとか。ガンって暴食で来るの？まあ食いすぎて内臓脂肪溜まりすぎて、うん、この内臓からのガンとかガンの方がやばくない？まあなっちまったらしょうがねえよ。いや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 まあ本人はそれでそこは時の運だからよ。いいかもしれないけど、うん、時の運ではないよねでもがんは予防できるもんじゃないじゃん。なっちゃったらなっちゃうんだから。まあ早期発見か、うん、だ飯食ってがんにはなりにくいけど、うん、まあ生活症、うん、成人病か、うん、の一端にはなるから。遺伝的にはどうなんだい？うちがんかけ。君んとこもか。そう、前も言ったな。何がんさ、うちは特にないかな。お、食べ物系のがんなの？なんかその胃がんとかさ、いや大腸がんとかあるじゃん。大腸の方かな。大腸がん、じゃあやっぱ食事系で来るのかね、そういうのは。まあ消化系とかかな。影響きそうだよね、うん、僕は肺がんだからさ。おお、親父の肺。でもタバコ吸ってないからまあまあゼロだね。いいんじゃないか。だから副流炎を小さい頃浴びてたから、その、うん、どうなのかなってのはある。もう大丈夫だわ。入って、うん、あのサイクル早いから本当大丈夫だと思うよ。いつか取った僕の肺のレントゲンだかなんかエコーだかよく分かんないけど、うん、色見たやつはピンクだですって言われたけどね。あ、ちょっと全然問題ないよそこは。そっか、ないんだ、うん、影響そこまで。タバコ吸ってる人も、うん、肺が真っ黒になってもさ、やめてしばらく経ってもう一回見たら、うん、もう結構戻ってくるっていうも言うからね。じゃあ長岡の健康だけ、うん、考えてればいいんだ僕。そうだと思うよだからでも考えてもさ、うん、やっぱりさ時の運とか言ってるからさいやまあまあ、がんとかそういうのは時の運だけど、まあ、こういうね予防できるやつは、うん、まあ、ちょっとね考えを改めて。いや考え改めようぜ、うん、これ数値出てんだよもう。そうだよ 10.0 ね。もう改めようよ、うん、でコレステロールとかも明日明後日出んでしょ。まあ来週の火曜日病院行った時に、ね、改めようぜいやそこはまだ分かんないじゃない。いやでも絶対出るよまず教えて僕に、うんうん、580とか出たらさ、うん、上限値超えて。あーそこね見るわ。あとはまあそうだな、うん、他は分かんないもんな、これ見てもな。そうなんだよな。で別に肺がいっぱいあるわけじゃないしさ、うん、肺だらけではないからさ、うん、で今痛いの結局。今は何も痛くない足。うん、もう右足も左足も全く一緒。トンカチで叩いていい？叩いたら痛いってだけ。あ、それトンカチの？うん、ちょっと触らせてよ。全然。あ、叩いてる自分で。全然痛くないこんな。あ、なんだ、治ったっつうか。痛みはないんだ。何も痛くない。走れるんだ。走れる。あ、余裕で走れんの、うん、しゃがめる、走れる、スクワットできる。スクワットもできるの？できる全然。じゃあ痛みはゼロになったんだ。飛び蹴りもできるよ今。なんで？抜いたから水、ただそれだけ。まあ、抜いて可能止め入れて、うん、そういうことじゃないかな。痛み止めは毎日飲んでんの？飲んでないもん。あの痛くないから、うん、あれ薬って出てないの？あの血糖値下げるやつあるじゃん。俺行ったのは尿酸値か、うん、俺行ったの、あの整形外科だから、うん、整形外科でこの尿酸値下げる薬って出せないんだよ。あ、そうなの？内科で行かないともらえない。おー、だから俺行って整形外科でもらったのは痛み止めと、うん、胃薬、痛み止めのついになる薬、うん、しかもらってないのさ。
尿酸値下げる薬はまた次、来週、うん、月曜日にね、あの内科受けに行くから、そこでもらうの、そこでもらう予定さあ、それ飲んだらさ、うん、その尿酸値の値ってさ、どこまで下がるの。もう平均まで行ったりするんじゃない。平均前下がったらまた食っちゃうじゃんだから飲ん薬飲ん で、うん、飲んで5とかになったら、うん、ご飯食ってまた7にしてまあ薬飲み続け、薬を何飲み続けてる限り、うん、尿酸値は上がらないの今後。逆にバカみたいに10とかにはいかないんじゃないかな。5とかになるのかな。まあ、下がるよね、そこは飲んでみないと分からんよね。今下がったら上限値とかまで以下になるよね。うん、え、気になるな、薬飲んで。そう、でも話によると、そのなんか薬飲んでれば、うん、もうラーメンとかバカバカ食いまくっても問題ねえぜっていう話も聞いてさ、いや、その話聞くな、ふぅーと思ってさ都合のいい話だけ聞くな。そうなの、なんで薬飲んでればバカバカラーメン食っていいみたいな、うん、誰がどこで言ってんだよ。とあるところのね、掲示板でね、薬飲めばね、毎週ラーメン食ってね、下がってるぞって。いや、フィルターかかってんな。ほんとかと思いながらよ。あー、まあでも毎月尿酸値を検査して、うん、それ数値見ながら、うん、たまに食べるとかならいいかもしらんけど、うん、ちょっとまず様子見だろ。そりゃそうだよ、それは様子見。薬飲んでも8とかにまでだしか下がんないかもしんないよ、うん、まず上限値までいくかどうか。血なめっちゃ下がるって。ほんと薬飲んだらそんな下がんの。え、そんな下がんの。じゃあもう食い続けるよ、そんなこと言ったら。まあ個人差はあれど、まあ、下がるんだね。まあ、じゃないと薬として認可されんわな。めっちゃ下がんの。え、どうする俺、ラーメン食わないとダメぐらいまで下がったら。1とか。1、そうそう。え、やべ、下がりすぎたわって。これ食わないとまずいぞって。そんな下がんのか。まあ、飲んで、ちょっと教えてよ。うん。とかると、他のやつが気になってくるな。痛風じゃなくてさ、うん、糖尿病とか、まあ、俺らの年齢で言えば動脈硬化、うん、とか。多分動脈硬化はないと思う、うん、ない。過去にあの血管見てもらって、血管年齢はあの年相応ぐらいって言われてるから。あ、じゃあ大したことないのかな。まあそうね、尿酸値の関係は、うん、今のところは数値がちょっと高いだけで、まあ、薬飲んでどうなるか。ちょっとなのかこれ。まあまず何しても内科に行って、うん、あのちゃんと見てもらうから。そうね、そ、マジで痛くて活動できないっていうのはまず絶対避けてほしいし、ありえる、ありえるじゃない、健康を考えてもな、うん、あと手に来ないでほしい。あ、そうね、手に来たらまずゲームできないし。できない、てか何もできなくなっちゃうよ。マウスキーボード触れなくなるよ。うん、手に来るんだろ最終的には。痛風ってどうなの、なんか足ばっかりって聞くけど。あ、上がってくんだろう。まあ、あり得る話だよな。どこにだって末端の部分に上がってくんだろう、うん、どこに来るかわからん。メロンソーダもダメだぞしばらくは。ね、発症してから一回も飲んでない。おラーメンは、ラーメン一回も食べてない。発症してから一回も食べてない。一回も食べてない。待って待って、じゃあ結構やってんじゃんラーメン